SPVGG グロイターフュルトは、ドイツバイエルン州、フュルトのサッカークラブチーム。第二次世界大戦前には3度の優勝を果たした、古豪だが、ブンデスリーガ発足後はもっぱらブンデスリーガ2部か、レギオナルリーガに所属している。ユニフォームは、緑と白。すぐ近くに、ニュルンベルクがあるため、1FC ニュルンベルクとは、ライバル関係にある。1903年に発足。 陸上競技、水泳、テニス、ハンドボールなどの部門も創設され、総合スポーツクラブとして発展した。1914年、1926年、1929年にはリーグ優勝を果たしている。ブンデスリーが発足後は長くブンデスリーが2部に在籍した。しかし、1982から83シーズンのリーグ最終節で逆転降格が決定し、 サンブリーグへと降格した。その後クラブの低迷は続くが、1996から97シーズンに、レギオナルリーが準優勝を果たし、ブンデスリーが2部へ昇格した。2006から07シーズンは、最終節までわずかではあるが昇格の可能性を残していたが、カールスルーエ s ス C に1の3で敗れ、5位に終わった。2007から08、2008から09シーズンも、 前半戦で快進撃を続けたものの、後半戦に失速し、昇格を逃している。2011から12シーズン、DFB ポカールでベスト4まで勝ち残ったが、準決勝で、イルカイ・ギュンドアの延長後半終了間際の、決勝コールにより、ボルシアドルトムントに0の1で赤敗した。また、ブンデスリーが2部で優勝し、ブンデスリーが発足後発の一部昇格を決めた。 2012から13シーズン、初めての一部参戦だったがシーズンを通じて、苦戦を強いられ18位が確定。1シーズンで2部へ降格となった。2013から14シーズン以降は2部でも注意に、甘んじ、昇格争いとは無縁のシーズンが続いたが、2020から21シーズンは、最終節にホルシュタインキールを追い抜き、土壇場で2位に滑り込み、2012から13、 シーズン以来となる一部復帰を果たした。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。